皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今年1月早々にですね、私はあるサークルの新年会に参加する機会があります。10人程度の新年会だったわけですけども、やはり始まった当初は、若い男女の集いですから重苦しい雰囲気、それが漂ってたんですけども、時間が経つにつれ場の雰囲気に慣れてきて、いろんな会話が出てきたんですね。その中で私一つ聞かれたことがありました。組織ってどうやって維持して向上させるのか、そのお話をしようとしたときに別の方がこういう話をされました。男の人って女の人の何々が好きだよ。もうその雰囲気で場がうわー、何らかのやつになってしまったんじゃないか、それぐらい泣かれる人です。もういろんな話がもう出てきました。組織の向上とか維持とか、そういったことって実は話しやすい雰囲気じゃないかって常々思っています。組織に関する本っていうのはいっぱい出ています。でも実際に実践しようと思ったらなかなかできません。そこで私なりに工夫した点2点あります。で、一つは悪魔のささやきです。悪魔のささやき、普段仕事をしていますと、これやっといてよっていうよりは、申し訳ないけどこれいついつまでにやってくれないかなっていう言い方をするだけで、仕方がないな、じゃあやってやるかなんて風にいろいろ相手も考えてくれます。言い方一つで随分違います。それだけだとまだ組織の課題とか問題というのは分からないです。でその人がものすごく忙しく苦しんでいる時にささやくわけです。ちょっと一緒に喫茶店行かない、喫茶店といっても会社の自動販売機のコースなんですけども、忙しい時ほどその人が苦しんでいる時ほどそうやってささやくわけです。そうすると、なんで忙しいのか、なんで大変なのか、どんどん愚痴を言ってきます。その愚痴の中に組織なり問題を抱えている課題、そういったものが見えてきます。それを聞き出すがために悪魔のささやきを行うわけですね。で、悪魔のささやきからいろいろその担当の方が問題を抱えてるっていう、それを理解することで、じゃあ次にどうやって対策するか、可愛がりなんですよ。可愛がり、普段とは違うようなことを、経験ないようなことをやってもらうんですね。ずっとやってることは経験上すぐできてしまうんですよ。全く新しいことをやってもらおうとすると当然慣れない、ストレスがどん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 溜まってきます。で、ある日突然ストレスがこんな爆発する前にささやくわけですよ。どんな感じ、できないことを知ってて聞くんですよね。なんでそれをやらないといけないのか、やっぱり疑問に思うわけです。で、その時に私なりに中長期的に考えている考え方、それは他社はどうしているのか、他の組織はどうしているのか、いわゆるベンチマークっていうようなことをするわけですよね。それはお客様の声を聞いたりとか、取引先の材料メーカーの方の話を聞くとか、そういったことを自分なりに分析します。で、中長期的に必要なスキル、やり方、中身、私はこういうものが必要だと思うけど、あなたはどう思いますか。で、初めて考えるわけなんですよね。ずっと同じことをやり続けていて、先々私がそのままそこの部門でやっていけるかどうか、3年後5年後、10年後、そういった長期にわたって自分が必要なスキルは何か考えてもらう。その時にまたささやくわけですよ。いいよね、これできるとスキルアップになって、これができるとあなたの活躍の場ができるんですよ。こうやってささやく、そうすると本人は今は大変だけども、どうやったらそれができるようになるのかって考えるようになるわけですね。で、それがやはり組織の課題が何であるのか、先々それを克服するためにはどういった工夫が必要なのか、これにつながると思います。新年会のように会社では男の人や女性の
何々が好きだなんて言いませんから、どういうふうに人の考えてることを聞くのか、話しやすい雰囲気を作るのか、結構これ大変だと思います。その気も利いた一言を考えるために、常日頃私はいろんなものを読むようにしています。まあ、言い方を間違えるというのはセクハラとかパワハラっていうふうに捉えられる可能性がありますので、そこを自分がこう感じている、あなたは興味を持ってくれますかっていうような一言、これについて考えています。皆さんも話しやすい環境がなくて困っている場合というものがあれば、一言何か気の利いたものはないかなというふうに考えていただけると思います。以上です。